今日開かれた熊本市庁舎の整備について議論する市議会の特別委員会。新しい庁舎の建設地について現在の手取本町、城東町、桜町、白川公園に絞り込んだ熊本市。建て替え場所について今年秋頃の決定を目指すことや、建て替え費用の一部に国が補助する合併推進債を活用するため詳細な設計図などを盛り込んだ実施計画を来年度中に発注しなければいけないことを説明しました。委員からは限られたスケジュールで十分な検討ができるのか懸念する意見が相次ぎました。誰が見てもすごい対等なスケジュールですよね。市民との合意形成あるいは議会の議論ですね、これが本当にこう、深く議論ができるのかどうかすごく私は心配をしてますが、熊本市は合併推進債を使うことでおおむね130億円市の負担が軽減されるとして、議会や市民と議論ができる環境を整え理解を得たいと話しました。熊本市は今月21日の特別委員会で新しい庁舎の目指すべき姿や事業費、規模をまとめた基本構想の素案を示す予定です。